はい。では、音読しましょう。前置詞についてですね。ここから読んでいきます。日本語も英語もどちらも声に出して読みます。じゃあ、1,2,3。場所を表す前置詞。in 何々の中に。The book is in the bag。その本はカバンの中にあります。on 何々の上に。The pen is on the table. ペンは机の上にあります。Under 何々の下に。The shoes are under the bed. 靴はベッドの下にあります。At 何々で何々のところで。She is at the station. 彼女は駅にいます。in は中にあるものを表し、on は表面に接しているものに使います。At は具体的な場所や点を表します。例えば、駅、学校、家のような場所。時間を表す前置詞。in 何々に何々後に。例文 I will see you in the morning. 朝に会いましょう。on 何々に例文 My birthday is on Monday. 私の誕生日は月曜日です。 at 何々に。The train arrives at 3 o'clock. 電車は3時に到着します。in は長い時間、月、年、午前、午後に使います。on は特定の日、曜日は、曜日や日付に使います。At は正確な時刻に使います。 方向や移動を表す電池。ちょっとこの間開けようかな。ここも集ましたなんかおかしいなと思ったんですけど、ここはちょっと、こんな感じ最初1が達成。あ、そうですよね。1,2,3だからここだね。to 何々へ。she is going to the park. 彼女は公園へ行きます。into 何々の中に。he walked into the room. 彼は部屋の中に入りました。on to 何々の上に、えー。The cat jumped onto the table 猫がテーブルの上に飛び乗りました。to は単に目的地を表しますが、into や on to は中に入る、上に乗るという動作を強調します。その他のよく使う前置詞。 with 何々と一緒に何々を使って I go to school with my friend 私は友達と一緒に学校へ行きます about 何々について She is talking about a movie 彼女は映画について話しています for 何々のために何々に向けて This gift is for you このプレゼントはあなたのためです。in, on, at, 場所や時間を表す。in the bag, on Monday, at 3 o'clock.to, into, on to, 方向や動きを表す。go to the park, walk into the room.with, about, for, その他の関係。with a friend. About a movie. For you.